お疲れ様です。さあ、たった今、上杉翔、トークライブのファイナルが終わったところでございます。はい、ということですいません。トークライブ、会場で見られた方、そしてまた配信で見られた方ならね、お気づきかと思いますが、上杉翔さんがね、登場するときになんかこう、バックがね、こうちょっとカラフルにこう動いてたので、ちょっと照明を使って今遊んでやってみました。はい、ということで、今ですね、トークライブが終わりました。昨日のライブに続いて、今日はトークライブということで、もう上杉翔さんのね、こうファンの方たちにはもうおなじみの一つのイベントになっているようでございますけれども、実は僕このトークライブイベントはまだ生では拝見したことがなくてですね、まあそれこそ今年は当初の予定ではね、長野の方のトークライブに行く、つもりだったんですが、そちらがなかなかこう延期でね、また日程もなかなかこううまく合わずにまだ行けてないんですけど、はい、まあ今日のねトークライブ、一つこうファンの間でも気になっていたのは重大発表ということがありました。うん、でまあね、すごくこう何が発表されるんだろうと思っていたんですが、まずですね、なんといっても、まあ、この今日、発表されました重大発表に関してはですね、まあ10時過ぎというか10時以降って言ってたかな、にはホームページの方にもね、まあ、掲載が出るということなので、まあ細かいことはそちらの方を見ていただきたいんですが、まずは一つはですね、まあ嬉しいのは新曲シングル発表ということでございますね。でこちらの方が、最新シングル「乱唱」というね、シングルが発売になることが決まったということで、まあね、これもまた素晴らしい曲なわけですけれども、まあね、この「乱唱」なかなかこう聞き慣れない言葉でもあるような気もするんですけど、まあ、一応これこう孔子の言葉の一つになるんでしょうかね。まあ意味としてはなんか大きな物事もね、元をたどせば小さいみたいな、わずかなことからとか、正確に言うとですね、これは何て言うんですか、陽子公のような大河も元は杯を浮かべるほどの細流に過ぎないというね、まあ、そんなこう言葉のものの例えで、まあ、物事っていうのは些細なことからとか小さなことからとかね、まあ、そんなようなニュアンスを込めたような言葉のようで、ございます。はい、乱唱、まあね、また素晴らしい言葉をチョイスされますよね。深い、それに伴いまして、またですね、アコースティックツアーが追加になったということでございますね。追加のアコースティックライブが、開催されることが決定したと。あとはいくつかの、ツアーがですね、ミクスチャーツアーの方がまた日程変更になったというようなことが、発表されておりました。細かいことはですね、この後ホームページの方を見ていただければ詳細が出てるんじゃないかなというふうに思います。あとは今回アコースティックツアーが終わったということで、グッズの通販が始まるということね。ここで僕の方は、ブランケットとか、ポーチとか、まあ、T シャツとかロンティーかとかね、まあ、グッズがここで購入できるということでね、もうデザインもすごく可愛くて素敵なデザインになっているので早くね手にしたいということで、うん、まあしかしですね、昨日のライブに続いて今日はまあトークイベントということだったわけですけど、まあで今日の重大発表で追加の、アコースティックツアーがね、まあ発表になったわけですけど、でやっぱりその今日はMC のね田中さんの方からも説明がありましたけど、やっぱりこう各会場さまざまなコロナ対策をする中で、要するにこうね、お客さんがいっぱいになってしまうとできない、チケットが売れてしまうと
できないっていうね、まあ会場もあったり、あとはまあ全国のエリアによっていろんな温度差があるというようなねお話もされてました。まあそれに伴って、そのアコースティックツアーの、まあ、追加公演が発表されたわけですけど、これでもやっぱり実際アーティスト側とか運営側は大変ですよね。もうもちろん会場とのそういったこうコロナ対策を踏まえた上での確認であったり、まあ、許可であったりで、やっぱり結局入場制限をかけてやるわけですから、1会場におけるその集客人数ってのはやっぱ限られるわけですよね。決してアーティスト運営側にとってね、果たしてこれが採算がどうなるんだろうとかね、うん、僕も一応自分でお店を経営している一人ですからね、やっぱなんかそういうこともちらっと気になったりもしますよね。大丈夫なんだろうけど、まあでもやっぱりね、こう1会場に数百人とかってこう集めてやるときと、下手したら今回は何人になるんだろう、何十人とかっていう規模なんでしょうね。まあでもある意味上杉一生をそのぐらいの人数で見れるっていうのもまあまあ贅沢っちゃ贅沢ですけどね。まあでもやっぱりやる方は大変ですよね。まあそんな中でそうやって追加公演を決めたりね、またその日程が伸びてもちゃんとその次のスケジューリングを立てていって、まあ、もちろんねスケジュールが変わることで日程の都合が合わなくなる方とかっていうのはどうしても出てきてしまうこともあるんでしょうけど、まあそれでもね中止ではなく延期してとにかくやるんだっていうね、その姿勢を見せていただけるだけでもまたファンとしてはありがたいですしね。まあ新潟は今のところ2月になっているので、またね2月の新潟ね、天候がどうでしょうね。まあここのところは新潟も冬はさほど、雪もねそんなに降らず、特に市内はねそんなに積雪もないので、まあよほどのまた異常気象でもなければ大丈夫だとは思うんですけど、まあただ寒いのは寒いですからね2月、うん、まあやっぱり足元が悪い中、またね体調管理が難しい中新潟に来ていただいてライブをやっていただくということでね、うん、まあ無事その日を迎えられることをねもう願っておりますけど、まあでも本当に今日もねまた上杉さんらしいトーク、まあでもね今日は上杉さんのトークライブって一つこう名物コーナーっていうのが、そのファンからの質問お悩み相談みたいなコーナーがあってね、でまあここで今日僕がやっぱりすごくうんと思ったのはね、とあるファンからの相談で、これちょっと結構ね重たいっていうかな、少しヘビーな相談だったんですけど、まあ要するにその自分がね例えばいじめられたり、まあ場合によっては暴力を振るわれたり、まあそういう経験をした時に、過去のそういう出来事をね自分がその相手を許すことができないと、今ではもうねもうそんなのは過去の話になって、場合によってはその当事者だった人も今ではすっかりいい人みたいなことになってるんでしょうね、相手はもうすっかり心を入れ替えていい人になっているにもかかわらず、自分はその相手を許すことができないと、でもまたその許すことができないことにまたね本人も葛藤があるんでしょう、相手を許せるような人間になるにはどうしたらいいんでしょうかみたいな質問だったように記憶してるんですけどね、これ結構デリケートな質問ですよね。なんて答えるのかなと思ったら、上杉さんはまず自分を許してくださいと、おそらくこの方は自分自身のことも許せてないんじゃないかなと、自分を許し自分を愛せないと人を許し人を愛すことはできない、もう名言だよねこれ。いや本当そうだよね。もちろんその真面目だったり繊細だったりデリケートだったりする人ほどね、またその自分の弱さとか自分のそういうところが許せないみたいに風に思ったりするところもあるわけだよね。
うん、それはどちらかというと自分自身としては多分なんだろうな、真面目にというか潔癖に、なんで私はこんなにダメなんだ、もっとちゃんとしなきゃっていう自分に対してのまあ叱咤も含めてっていう気持ちではいるんだろうけど、実際本来はそれはね、やっぱりそういう自分を許してあげられない状態っていうね。で、自分を許せない人間が人を許せるわけないよねっていうね。自分を愛せない人間が人を愛することはできないよねって、いや、これはちょっと響きましたね。なんて名言だっていうね。で、すごくシンプルな分かりやすい短い言葉ですけど、もうそれ以上も以下もないもう言葉でしたよね。なるほど、いやもうさすがだなと思いましたね、これはね。まあもうやっぱり人間力のある方が答えられる言葉でしたよね。まああとは本当にね、こうユーモアのある、質問また答え、まあいろんなお話も聞けてね。そのライブでは本当に魂の叫びで、聞いてる我々ファンの心を揺さぶるね、メッセージの強い、そういう時間を提供してくれるかと思いきや、またトークライブではですね、まあその上杉さんの人となりがまたより見えるというか、またそのライブでは見られない表情であったりとかね、まあそういったものも見られて、まあ本当にその振り幅としてね、幅広いその人間力というのをね堪能できるわけでございますけど、まあとにかく今後はですね、またその追加になったアコースティックツアーと、さらにその新曲を発表ということでね、まあ我々ファンにとっては本当にまた楽しみが増えたというねことなわけです。まあで何よりその乱唱というね、こちらまたこれがねいい曲なんですよね。まあ第2弾、今年第2弾のシングルということで、消滅という曲、これもまた名曲でね、去年12月に母を亡くした僕にとってはまたこの生と死をねテーマとしたこの曲っていうのが非常にまた僕自身にも個人的にも響く、まあそういった楽曲にもなってるわけですけど、この乱唱という曲がね、またこの消滅に劣らず名曲になるだろうという、またこのね曲なわけですけどね、まあ早くこちらもね手にしてまた聴きたいなというふうに思っておりますけれども、まあ、昨日に引き続き、僕はオンラインで、ツアーファイナルと、そしてトークイベントファイナルをね、拝見させていただきましたけども、まあ直後ということで、まあさすがに今日はですね、昨日のライブのね終わった直後の高揚感に比べれば、トークライブ独特の、和やかな気分で、見させていただいたわけなんでね、昨日とはまた違った満足感というのを今感じているわけでございますが、まあ、せっかく2日続けてのこうオンラインビューイングだったわけですし、まあ、昨日は本当にその自分の高揚感興奮をね収めるために、急遽こう動画を回したわけでございますけど、まあ、せっかくなので今日もねその翌日ということでトークライブのファイナルというね、オンラインビューイングを見て、今時間をねまたゆっくりと過ごしているわけでございます。ツイッターを見ているとですね、今日のそのまあ質問、ファンからの質問こういくつか、取り上げられていたわけでございますけれども、ツイッターを見ていると私の質問が読まれましたっていうね方がこうツイートを上げてましてね、いやーこれ嬉しいですよね。僕も実は以前そのオンライン配信のイベントの時にね、僕も質問を読まれたことがあるんですよ。まあなんと僕はだからその質問を初投稿で初ピックアップされたんですよね。いやーもうね心臓止まりますよ。
やっぱりこう配信見ててね、それじゃあファンの方からの質問いってみましょうっていう、まあ、僕は新潟県新潟市西区のって言われた瞬間もドキッとしてね、もう心臓が止まるかと思いましたけども、まあ今日もね読まれたファンの方たちはみんなこうそういうねピクッとするぐらい嬉しい気持ちをね味わったんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。うん、まあまた今ツイッターを見ていると続々と、今見終わってね、という満足満足というねツイートが上がってきております。うん、なかなかねこのいわゆるライブ、バンドね音楽のライブと並行してねこういったそのトークライブみたいなことをするってことはあまり他のねあのアーティストさんの活動でもそんなには聞かないんでね、精力的だなというふうに思いますし、また今回はですねそういったそのライブとトークイベントっていうのも重なったというのもあって上杉さんはこうね5日間ほど大阪の方にまあ滞在をしているということでね、まあ今上杉さんは可愛い愛犬も飼っておりますから早くね愛犬の元に行きたいなという気持ちもあるでしょうね。ね、10月から GoTo キャンペーンの東京がね、まあ、いよいよ解禁になるということで、でまた今日はいわゆる世間でいう4連休の最終日ということになるんでしょうか。ニュースを見ているとねかなり全国各地の行楽地は人でにぎわってるようなねニュースを見ましたけれども、またこれで10月から GoTo 東京解禁になってまたねその人の動きがどういうふうになるのか分からないですし、それに伴ってね、またこのコロナの状況がどういうふうになっていくのか分からないですけど、まあ本当にでも少しずつ少しずつしっかりと対策や対応しながらね活動自体は本当にこういろんな業界がね活動自体をこうやっていかないと、もう本当に日本がどん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 ねダメになってしまいますから、勇気を持って、でまたその開催する側も参加する側もですね、勇気とそしてきちんとした自己責任のもとでですね対策をしっかりして、まあ今まで以上に自分の行動にねしっかりと責任を持って、で自分のしっかりとした判断でね活動していくという時代に、まあ、なっていくんだろうと思うんですけど、なのでねやっぱり改めてその自分の好きなもの好きなことに対してはですね、自分でしっかりと責任を持って、参加することでまたよりねこう楽しいを実感できるんじゃないかなというふうにもまあ思っております。はい、まあ今日はトークライブを、拝見した後でね、まあ今日も自宅から、見たので、まあ昨日に引き続きちょっとねまったりとした、ラジオ風トーク動画みたいな感じになってますけどね。はい、まあ嬉しい重大発表もありましたし、その模様は何度も言いますがホームページの方にも掲載されるということなので、まあ細かいことはそちらの方をご覧になってチェックしていただければなというふうに思っております。僕は早速ですねこの後通販の申し込みをねしていきたいなというふうに思っておりますので、またグッズが届いたらねまたこの動画で紹介できたらななんていうふうにも思っております。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。